はい、デスクはポッキーです。皆さん覚えてますか？僕がね、1年くらい前は滑舌がどうしても悪くて、はいどうも皆さんこんばんはポッキーですっていうのが言えなくて、はいデスクはになってたんですよね。いやあの頃から考えると本当に滑舌が良くなったなって思います。どうでもいいか。はいどうも皆さんこんばんはポッキーです。今回ですね、ハイスクール101というゲームをやっていこうと思います。なんかすごいダサいですね、101っていうと。でもあえて101と言っていきます。このゲームはですね、学校のゲームなんですけど、早速やっていきましょうか。スタート。学校で、テストが行われるんですけど、おい、先生の持ってるもの、完全に狂気。まあ、とりあえずテストが行われるんですけど、一人の男の子がこうやってスマホで検索するんですよ、テストの回答をね。で、それを話し合ったり、して、学校内っていうか、そのクラス内全員に広めるっていう。で、全員が合格しないといけないっていうゲームなんですけど、先生に見つかると、お仕置きが行われるってわけですね。で、見つからないように行くっていうね。先生、あれ人殺しでしょ、完全に。早速やっていきましょう。頑張ってねっていう。おい、どんな通学の仕方だよ。で、とりあえずこの矢印の書いてあるこいつが、最初の一人なんですよ。こいつしか回答してない。まあ、バカばっかですね、このクラス。で、こいつがまず回答してる。その間に、右手を上げることができるんですよ。左手でした。左手を上げて、こう、先生の気を反らすことができる。反らしてるうちに、こうやって緑になったよね、この回答用紙が。この状態がいい状態。もう一回手を上げさせよ、こいつに。お前はどんな髪型してんだ、ほんとに。クラス内に行っちゃダメだろ、お前、その髪型。で、教える。回答をね。あ、見つかる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 。あぶね。二人とも分かりましたね、回答。こうやってだんだん、クラス内に広めていくんですけど、先生こっち来ちゃった。まずいまずいまずい。マークされてんじゃねえの、お前その髪型。あ、オッケー。今のうちに知らせる。で、回数制限があるようでして、見つかんだよ。あぶね。回数制限があって、何回でも手が挙げれるってわけじゃないんですよね。これ、バレないか後ろに。バレそうじゃない？バレない？あ、バレた！まずい！いた！悔しい。で、これ全員にね、伝染させないと、このゲーム次のレベルに行けないんで。5人中2人。うわ、悔しいな、これ本当に。普通に難しいんだよね。で、制限時間がね、1分30秒しかないので、どううまくやっていくか。ちょ、早めにやりましょう。とりあえず、Yahoo 知恵袋で、今聞いてます。ナイス、わかった。で、その隙に教えるんだけど、これバレちゃうかな？左曲がってくんだ？右に曲がれ！あー、左曲がってきた！ってことは、おびき寄せよ。で、伝染さして、いいぞいいぞぞ。いいぞ、伝染さして、素早く行こう素早く。見つかんなよ！危ねえ！チェブー！で、右のやつもう使えなくなったからな。前におびき寄せて、で、これ多分バレるから、これ今言ったら。オッケー！帰っていった隙に、知らせる！オッケー！でね、これ左と右で間空いてるじゃないですか。どう教えるかって？紙飛行機を飛ばすのさ。いけ！俺の紙飛行機！俺の気持ち届け！おー！見たか、先生！びっくりしただろう。紙飛行機投げる才能にびっくりしただろう、ほんとに。俺が一番ビビってるわ、正直。いや、5人中5人、パーフェクト！じゃあ次のレベル行きましょう。面白いでしょ、なかなか。わわわ、一気に増えたな、このクラス。二人か次は。嫌な感じしかしない。右で手を挙げよう。で、そのうちに、調べて早く。何やってんのお前！今なんかこれ、机を。どうしたお前！なんで立った？もうこいついる時点でさ、このクラスパーフェクトになんねえじゃん。なんかどういうこと？全然わかんないんだけど、とりあえず。怖い怖い怖い。そういう変な勝手な行動し始めるから怖いんだよ、このクラスは。マジで。待て、見つかる！見つかる！あぶねえ！今危なかった。なんで立ってんだお前は。立ってるこいつに教えてもいいのかな？あ、教えられないわ。待て、見つかる見つかる、危ない、危ない、今。よしよし、今3人か。こいつ何、なんで立ってんの、座れよ早く。セルフ廊下に立ってますやってんのこいつは。バカなのもしかして。絶対バカだよね。んで、待てよ。紙飛行機使えるね。紙飛行機芸人か。紙飛行機芸人奥に飛ばしましょう。よし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 、いいぞ。危ない危ない、ナイス、紙飛行機。紙飛行機投げるのうまいよね、基本的に。んで、こいつに手を上げさせてるうちに、教える。あと30秒しかない、時間が。これ全員に行けるか？これ全員に回せるか？待てよ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 。こいつに机投げさせる。ヤンキーですね、完全に。んで、こいつに、教える。あー、殴られて、なんでなんでなんでこいつ殴られなかったのに。明らかに立ってるやついるけど？時間がない、時間がない、まずい。ちょっと待って、時間がない。教えたいけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。暴れさせよう、こいつに。いや、
めちゃくちゃめちゃくちゃ、どんな個性的なクラスだおい。あー全然ダメだ、難しい普通に。何人だろう、11人中8人。ああでも一応クリアしてる、やったとりあえずクリアはしたっぽいですね。次のレベル行きましょう。今のでも心配なんだけど、これ全員じゃなくてもいいんだね。知らなかった。あ先生2人になってるし、絶対むずいじゃん。とりあえず反乱起こさせよう。もうやだ2人の先生にマークされた2人に殴られる、痛すぎる。ちょっと待って、ああかわいそうかわいそうかわいそう、そんな殴らなくても殺人だよそれ。待って一気に見つかった、大丈夫、オッケー、2人ともオッケーですね。とりあえず手を挙げさせよう。その隙に先生誰も行かないんだけど、こいつに嫌われてんの、もしかしてお前。え何どうなってんのこれ、暴れよとりあえず。ちょ先生そこにいたらさ教えられないんだけど誰にも。いやいけるか、バレないのかこれ案外。あバレないバレない、先生何やってんだ先生止まってんだけど、この両端でバグかよくわかんないけど、このチャンス僕は逃さない。オッケー今のうちに押してまくろうラッキーラッキーラッキーよくわかんない、もうよくわかんないけど、紙飛行機飛ばそう、紙飛行機芸人いけ、思いを伝えろ、ヒュー、いいぞいいぞいいぞ。でなんで立ってんだお前は。だからこいつ誰に教えよう、もう全員知ってんじゃね、回答。あこいつに反乱起こさせよう、とりあえず。もうよくわかんないけど、なんか嫌な予感しかしないけど、全員知ってるよね、回答。もういけるやつは。先生飛ばすかでももう時間がない。とりあえず、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10人かな？なんで先生来てくれないの？先生バグってんだけど。とりあえず、このレベルクリアしたんじゃね？なんで消えていく人がいるの？待って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 、どうなった？あ、やったクリアした13人中10人。先生が無能でしたね、今回は。いいぞいいぞ、順調順調。あー、もうだいぶ増えた、だいぶ増えた。先生1人？ 1 人になったの、本当に。で、この先生多分、だいぶ走り回る経過？ちょっと待って、やばい見つかれた見つかれた、あー、見つかった、早速見つかった。バナナ。バナナ美味しいよねって。どんな下ネタな会話だよ。とりあえず調べよう。最初の1人が見つかったらまずいな、これ。で、先生をこの後ろにおびき出して、前に教える。前に教えよう。ちょっとね、教えて前に。早く早く早く。見つかる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 。気をつけろ。オッケー。で、紙飛行機芸人だから、紙飛行機でこの後ろに飛ばそう。まずいまずいまずい。見つかったか？オッケーオッケー、バレてないバレてない。で、後ろの方で。あー、殴られた殴られた、かわいそう。バナナ来た。バナナパターン来た。待て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 よ。前におびき出したい。手あげて。この先生働いてくれる先生だね。働いてくれる先生の方がね、俺的には都合いいんで。よしよしよし、順調順調。はい、反乱起こさせよう。はい、反乱。反乱 now。で、こいつに、いや、無理だな。先生来たな、こっちに。教えさせたいけど、なかなか難しい。紙飛行機投げれるやついねえの？このクラス。こいつ投げれる。こいつに投げさせよう、次。こいつに教えて。待て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 。見つかる見つかる。危ない、見つかった。まずい。どうなった？時間切れか。おぉ、こいつに、なんか空気椅子でさ、テストやってるやついた。さすがに厳しいか？あー、17人中。7人。あー、全然ダメだね。リトライ。とりあえず、最初の2人が重要だね、これ、ほんとに。こことここか。一番左端に集めて調べさせる。オッケー。見つかんなよ。見つかんなよ。こいつ、ナイスな位置にいるね。さあ、2人とも、オッケー。で、知らせる。手を挙げさせる。お前は手を挙げる役目だ。よし。んで、前に行かせてるうちに、こっちに知らせる。いいぞいいぞ。見つかんない見つかんないよ。あー、で、難しいな、これ。反乱起こさせよう、こいつに。謎の反乱。謎のね。あー、頭をぶたれてる。かわいそうに。まあでもいい。お前、バナナしとけ。バナナしてる間に、こいつの頭バナナみたいですね。どうでもいいか。んで、ここにおびき寄せてるうちに、こっちの方で知らせる。先生、怖いな。先生の縁広くない？こんな広かったっけ？有能な先生だな、これ、なかなか。あー、真ん中に教えたいけど、ちょっと待てよ。これ、反乱起こさせて、売るうちに、教える。で、前で手を挙げさせてるうちに、紙飛行機芸人か。紙飛行機芸人、奥に行こう。行け！俺の紙飛行機！
ね。見つかんなよ。あぶねえ。よくやった。よくやった、紙飛行機芸人。お前抱えてるよ。今度アメトークの出演絶対あるから。よろしく。うわ、変なとこにちょっと呼んじゃったな、先生。あ、時間なくなった。もう難しい。ゆっくり知られねえな、このゲーム。もうダメだったの？何人だ、何人だ。あ、でも結構生き残ったね。7人か、また。待て待て、反乱起こせ、反乱。ナイス、反乱、いいね。今の、いい動き。で、前に紙飛行機飛ばさせる。見えてるだろって位置で、あえて飛ばさせる。いいね順調、順調。紙飛行機待ってるね。ちょっと待てよ。教えられるから、後ろに教えて、で手を上げさせる。紙飛行機。あ、反乱起こしちゃった。紙飛行機飛ばせばよかった。紙飛行機を、こいつに飛ばそう。届け、俺の願い。行け、最後の紙飛行機。行ったか。失敗したの、紙飛行機。何やってんの今、紙飛行機届いてないよね。待って、もう終わったし、時間。最悪。これクリアしなかったら最悪なんだけど。何人だ、何人だ。結構多い、結構多い。結構多いぞ。12、やったクリア。しゃしゃしゃ、次行くぜ。もう次とかもう全員座ってんじゃない？あ、そうでもなかったわ。あ、先生2人パターン来た。しかも最初のやつ1人。これ終わっただろう。で、ここ狭くない？この右下。絶対狭いよね。絶対喧嘩してんじゃん、毎日。とりあえず反乱起こさせよう。みんなに反乱だ！パーティーだ、パーティーだ！怖っ。このクラス怖っ。荒れすぎでしょ。さあ、そのうちに調べさせる。オッケー。パパバナーナ。モヒカンのやつ立ちすぎでしょ、マジで。んで、そのうちに全員に教えさせるんだけど、先生止まった。待って、先生止まったせいで教えられないんだけど、誰にも。先生止まった。バグ来た、これ。なんかたまに先生止まるバグが起こるんだよね。まさかそのパターン来た？これ勝ったぞ。みんな。みんなこれ勝った。ほら、手挙げても先生来てくれない。勝ちました。ありがとうございます。でも一人からっていうのはなかなか難しいね。できる限り教えて教えて、紙飛行機使えるやついないか？紙飛行機使えるやつに教えたいんだけど。やばいな、いないな。ちょっと待って、終わったかも、これ。紙飛行機この前のやつだ。だってここからさ、もう誰にも教えられないから、前のやつは無理だもんね、これ。反乱起こしてるから。終わったわ、みんな。詰んだ。そういうことも考えなきゃいけないんだよね、このゲーム。誰に教えるかみたいな。終わったじゃん、もう！このクラス、立ちすぎ、みんな。先生も呆然と立ち尽くしてるしね。あ、待て、待て、こいつ教えられる。待て、まだ、望みある。時間がなかった。なんだ、この、エアーテスト受け集団。何人ですか？一体。あー、ボロボロだ。あ、これ先生また固まったパターンじゃね？これ、もしかして。いい、今のうちに行こう、今のうちに。先生固まるってどうなんだろうって感じだけどね。紙飛行機持ってるやついない？あー、紙飛行機持ってるやついないな。あ、やばい、手挙げちゃった。でも先生来ないぞ。どうしてもクリアしたいんだ。先生が止まるっていうハプニング、来てるけど。早く早く、早く教えて、早く教えて。目の前で教えてもバレないっていう。時間がない！早く教えろ！早く教えて！早く急いで！急いで！目の前じゃねえか。急いで急いで！横のやつに教えて！早く！さあ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 、さあ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 、ちょっと待って。あー、時間ない！だが？だがどうだ？だいぶ多いよ。だいぶ多いぞ、だいぶ多いぞ。クリアしろ、クリアしろ。頼む。しゃいや無事クリアだ。みんな見たか、これが。これが不正ありきの学級だ。皆さん、テストのカンニングはダメですよ。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価してね。ではポッキーでした。また次回お会いしましょう。じゃあ、バイバイ。